仕事もしたくて結婚もしたい。今のうちに何をしておけばいいとか。結婚したら働きにくくなるとかってありますか？価値観が変わったりだとか生き方っていうのが変わってきてるから考えすぎなくてもいいかなって。どうも、しゅんです。こんにちは。僕は今、愛知県の豊橋市に来てるんですけども、今回はですね、モグジョブというご飯を食べながら就活相談ができるサービスを使ってですね、モグジョブサービスを運営されているお二方と実際の学生さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。で、今回は大学1、2年生とか、女性のキャリアっていうところをテーマに、これから結婚とか出産とか仕事も頑張りたいっていうような人たちにとって、すごい有益な動画ができたらなと思ってます。お二人が自己紹介お願いします。株式会社サスキの代表している小井田と言います。もともと東京の方から移住して会社作っていて、地元のいい企業がせっかくあるにもかかわらず知る機会が少ないなっていうのをどうにかシステムでできないかなと思ってこういうものを作りました。同じく株式会社サスキの中川レミと言います。私はこのモグジョブのサービスを考えた発案者です。あ、そうなんですね。こんなアイデアがあるんだけどどうだろうっていうのを社内で言って、あ、じゃあそれやろうよっていうことになって、今いろんな大学に展開してるサービスになってます。立命館大学職マネジメント学部2年の武藤美玲です。よろしくお願いします。立命館大学経営学部国際経営学科4年の石尾敷です。現在就活中でまだ内定はないんですけれども、我々就活頑張ってます。では1から100の番号を教えていただけるとありがたいです。じゃあ99 99番最初の旬大学の挨拶を得ることでいきます。今日の新月くんに来ました。似てる。かわいい。じゃあ23年ハリポッターシリーズになるんですけれども、23番ドビーポーハリポッターなんたる光栄でございましょう。よろしくお願いします。というわけでですね、ミネさんの方から相談があるということで、その聞いてもらってもいいですか？仕事もしたくて、でも何しろ結婚もしたいっていうところが自分的にあって、今のうちに何をしておけばいいとか、どういう風なキャリアプランを築いていくのがいいのかなっていうのは聞きたいです。同じような悩みを持っている方が多いと思うんで、どうすればいいんですかね、今のうちからできることとして。今って社会人の人とどれぐらい触れ合う機会ってありますか？1回あるかないかくらい。一般的な大学生はそれこそバイトとか親以外の社会人の方と話す機会はほぼないと思います。ないと思うんで、そこをまず増やすっていう動きが一番最初にするところかなと思ってます。そもそも就活する上で仕事を知っていくところと自分のことを知っていくところとかが必要だと思うんですけど、どんな仕事があるのかとかどんな人がいるのかっていうのを知らないと選択肢がそもそもないんで、まずなんかいろんな人を知るってところが一番最初にスタートするのにいいんじゃないかなって思います。どうやったらそういう社会人と会えるとかってありますか？社会人と学生ってそもそもそんなに違うものじゃなくて、この前まで学生だった社会人もたくさんいるし、そういう意味でたくさん周りに大人って意識すればいると思うので、積極的に話しかけたりとかすればいくらでも社会人の人と触れ合う機会とか作れるかなって思います。買い物に行ったらショップの店員さんが多分話しかけてくると思うので、そういう人とこう世間話しつつ、ショップ店員さん楽しいですかとか聞くことも多分やろうと思えばできると思いますし、そういったきっかけもできるかなって。社会人であれば誰でもいいんですか？誰でもいいと思います。この周りにいる方で自分はこんな生き方多分しないだろうなと思う人の話も聞くことで、あ、こんな生き方もあるんだっていう発見になると思うから、全然そこは排除する必要なくて、大人だったら誰でもいいかなって思います。普通会社から探してその社員の方にっていう形かもしれないんですけど、わ、この人すごいかっこいいって思える人が多分出てくると思うんで、その人の生き方から探すっていうのも一つ面白いかもしれない。確かに人検索ってことですね。そうですね。ちなみに帯訪問とか人と会う上でこういうところに気をつけると学生さんでも社会人の方に会えるとか、ポイントとかあったら教えていただきたいです。ダイレクトメッセージとかだともしかするとこうスルーされたりとか、顔が見えないからこそなかなか向こうにも興味持ってもらうっていうのは難しいからこそ、こっちからもメリット提示っていうのがもしかしたら必要かもしれないなと思うけど、自分のちょっと前の姿の学生が話を聞いてくれるっていうところに悪い気しないんじゃないかなって逆に思います。お店じゃなくてもジムとかでもいいと思いますし、ヨガ教室とかでもいいと思いますし、普段行かないようなところに足を運んでみるとかで会う人たちの種類を広げるみたいな、幅を広げるみたいなことは必要かなって思います。
共通の話題を提示するのもいいかなって。会社だったら会社のやってることにここが共感してとかっていう入りとか、さっきのヨガの話とかも多分共通の話題があるからお話聞きたいですみたいな切り込み方はすごく相手としても悪い気はしないと思うし、いいかなって。話す前にちょっと相手のことも軽くリサーチしておくことも、そうですね、相手との実際会った時のコミュニケーションも円滑になるし、ある程度は知った上で接点を持つといいかなっていうふうに。実際に今どのようなキャリアを歩まれたり、これからどのようにしていきたいとかってあったりしますか？私はもともと総合職で銀行員だったんですけど、全国転勤でたまたま豊橋に来た感じで、それでいろんなご縁があって今この会社に勤めていて、いろんなチャレンジさせてもらってて、そんなことを最初思ってなかったし、当然あの銀行員になった時は銀行員としてキャリアを積んでいって、その中でこんなことしたいっていうのを面接で言ってたりだとか、もちろんそれ嘘じゃなくて本当にその通りだったけども、いろんな出会いの中でなんか価値観が変わったりだとか、生き方っていうのが変わってきてるから、あんまり考えすぎなくてもいいかなって思って。例えば子供を産みたいと思ってても、仕事すごくしたらそれがむちゃくちゃ楽しくて、もう子供を産む生活じゃない方が自分に合ってるなと思うかもしれないし、親の介護が始まってそっちの方が重要になって、仕事よりもそっちを優先するようになるかもしれないし、こういう風にしたいっていうのを今からきちっと決めるよりも、こんな生き方もあるんだっていうのをいろいろパターンを知った上で、その時ベストなチョイスをしていけばいいかなって。社会人の何年目ぐらいでご結婚されたんですか？結婚は辞めてからなので、うん、6年目か7年目かぐらい、うん、結婚したら働きにくくなるとかってありますか？相手もよるし、会社にもよるだろうし、自分がどっちに軸を置きたいかっていうのがそれこそ価値観で、家族と一緒に生きていきたくて仕事もまあ生きていく上で必要最低限でいいっていうパターンもあれば、仕事すっごい楽しくてで、まあ、それをサポートする安定した存在として家族があるっていう家もある、パートナーとか仕事の自分の思いによるかなって思います、うん、私は今もちろん仕事をしっかりやりたいと思ってるし、でそれが叶う環境にいるので、うん、結婚したからとか言って仕事に何か影響があるってことは一切ないかなって思います、うん、仕事も全力でやりたいし、うん、ちゃんと家庭も築きたいなっていうのがすごい欲張りなんですけど、うん、今そういう価値観で、まあ、今後もその価値観が続く可能性も全然あると思います。で女性の働き方を推進してる会社とか、いわゆる産休育休とかもそうだし、キャリアが止まらないような評価の仕方をしてるところとか、そういうところは会社を見る軸として自分で持っておく方が今後の可能性を狭めないかなと思います。じゃあ今から広い意味の大学生がやるべきこととして、社会人に会うとかっていうところをお話伺ったんですが、他にもしあったらお聞きしたいなっていうふうに。社会人と話すときちょっとおどおどしちゃったりとか、急に面接になるとドキドキしちゃったりっていうところがあるけれど、やっぱり普段からこうやってコミュニケーション取れると、そういったノウハウというか、まあ、慣れというか、そういったところも養えるんで、そういう意味でもすごくコミュニケーション取るっていうのはいいなって思うし、何でも疑問に持つ癖をつけるというか、自分が絶対しなかったような考え方があったりとか、逆にこうはなりたくないなっていうような出会いがあったりとか、そういう出会いとかを広げていく中で、これって普通じゃないんじゃないかなとか、気づける人間になっていくかなと思うんで、何でも疑問に思ったりとか、常にこうアンテナを張って生きるっていうところは今のうちから気をつけれることかなと思います。お二人から追加で聞きたいことがありますか？どのタイミングで結婚に踏み切るのかとか、結婚して家庭をとかっていうのを、何年目でどれぐらいの収入で、どれぐらいの仕事の立ち位置で、どれぐらいの忙しさでみたいな、多分いろんな要素があっていろいろと思うんですけど、仕事に関して言えば、うん、そこら辺知りたいです。自分が起業をしてすぐというよりかは、ある程度形ができ始めて走り始めれたぐらいに、結婚とか家庭のことをしっかりと気づけていくようになったかな。出会いとかってどこで？お二人って結婚されてるんですか？そうです、ここで。そうだ、いや、じゃあそれ言ってください。言ってくださいほんまに。そういう意味で特殊な例かもしれないけれど、うん、朝から晩までずっと一緒なのは嫌っていう人も多いけれど、うん、自分たちは逆にむしろプライベートでも仕事も楽しみながらやっていられるからこそ、そういう話をずっとできる環境っていうのはむしろ自分にとっては楽だし、素敵、楽しいし、境目が本当に生活の中でいい意味でなくて、休日も仕事のこと、不安なことがあったら相談できるし、
し、仕事の対中もプライベートのことで気になることがあったら話せる相手が近くにいるっていうことだし、向こうが忙しくて今大変だなっていうことも分かるし、見えてない時間がないからこそ自分には合ってるかなって思います。でもそれが合わない人もいると思うし、それこそ本当価値観というか、いいっすね。これがガチなの帯本文ですよね。リアルですよね。ちょっと最後に皆さんから一言ずつ感想をいただいて終わろうかなと思います。こんなここまでなんか聞いていいのかなと思うところも、食べてるからいいかっていうのもありますし、この距離感で接してくださってるからこそ聞けることであったり、気づける関係性みたいなのがあると思うので、やっぱいいなって思いました。貴重な機会いただいて光栄でした。ありがとうございます。女性のキャリアとか悩んでいたところではあったので、こういうふうに実際社会人の方に相談できる場であったり、そのリアルな声をやっぱ聞ける場所ってすごい大切だなって改めて思いました。今日はありがとうございました。せっかく自分の将来のことなんで、やらされる就活じゃなくて、ワクワクしながら将来見つけていってほしいなって思います。フランクに社会人と会える場どこって聞かれると、細々とはたくさんあるとは思うんですけど、これっていうのは意外と難しいかなと思うので、ぜひこういうモグジョブもその一つとして、大学のお昼休みに向こうから来てくれるっていうものなので、ぜひ有効に活用してもらえると、もうちょっとまた視野が広がるかなと思いましたので、よかったら使ってみてください。ありがとうございます。モグジョブさんは学食でご飯を食べながら帯訪問就活相談ができるっていうのはサービスなんですけども、今はこういう状況下っていうこともあってオンラインで開催されているということなので、社の概要欄からチェックしてみていただけたらなと思います。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。